回普伝でこういうお話をいただきましたので、過去のことをいろいろと振り返ってみました。そのお話が皆様方に少しでもお役に立てれば光栄です。毎週日曜日には姉にくっついてゴルフ場に遊びに行っていたんですけれども、ある日その日曜日で雨が降ってたんですよね。雨が降ってたらゴルフできないか、遊びに行っててもしょうがないな、私は今日はゴルフ場に遊びに行かない、うちにいるからって言って、で姉が出かけた時に鍵を閉めなさいよって言われたんですけど、はい分かったわよって言いながら寝てしまったんですね。そしたらば泥棒に入られたことがあるんですよ。すごい怖い思いをしました。そういった泥棒に入られた怖い思いがあるもんですから、一人で家にいるのがすごく嫌だったんですね。だからもう学校に行くようになってからは、学校の帰りにも姉の元にお勤め先にですね、帰ってしまって、一緒に姉と一緒に家に帰るようにしてました。ですからずっとゴルフをその間はですね練習ができました。それが私のゴルフ人生の始まりです。